今年のカープは2桁本塁打を放っている選手が1人もいない状態。そんな中でも9連勝を飾った昨日の試合でリーグ単独19度の逆転勝利を収めてるんだって。逆転できるというのはチームの強みになっておるな。逆転のカープと呼ばれた3連覇時代とは違って、長打長打大逆転って展開はなかなかないんだけど、投手陣が最小失点で切り抜け、打線がしっかりチャンスをものにする展開は荒いカープの強さの要因になってるよね。今回はそんなカープの強みに対してファンの反応を見ていくよ。やっぱり投手陣の活躍だよね。昨日はスリーラン被弾したけど、それまで長いイニング複数失点なかったみたいだし、点差を離されなければ逆転のチャンスも増えてくるよね。長打が少なくても末金のような副兵もいるし、首位になるのも時間の問題だと思うよ。いろんなところで投手の活躍を取り上げてるけど、それ以上に新井監督の存在が大きいよね。チーム全体のバランスを考えてるから、投手野手の離脱者が出ても戦力が下がらない、むしろ増しているのが末恐ろしい。末金の逆転ホームラン見て燃えない若手はいないでしょう。特に中村翔成は死に物狂いで結果を出してほしい。こういった競争がカープをさらに強くする。その先にはリーグ制覇も。ベテランのおちゃんを退かせる活躍を期待してます。先発も疲れてくるし、これくらいの失点はこれからもあると思う。その中でも粘れる投手がカープには多い。というか先発陣はみんな調子悪い中でも試合を作ってくれてる。抹消される先発がいないのは荒いカープのマネジメント力のおかげだよね。中崎の存在がすごく大きいと感じた。緊急登板になったと思うんだけど、一発同点の場面で村上に対してインコースのストレートで空振り三振。経験値は他の選手の比ではないからね。栄光を知る選手がいるのもカープの強さの中もね。実力が拮抗してる選手が多いカープはレギュラー争いが本当に熾烈。そうなると失敗を恐れてセーフティなプレーが増えてしまうと思うんだけど、新井さんの言葉がそうさせないよね。実力以上のプレーで選手がどんどん成長してる。カープが強いのは選手の成長だと思う。9連勝が実力を証明してると思うのだけど、明確な強さの要因が絞れないって不思議だよね。監督の友人に野球、これが答えじゃないかな。ますます盛り上がる広島、暑さに負けず全力で応援しないとね。ということで、リーグ最多の19度目の逆転勝利に対するファンの反応まとめでした。カープのお話はどうだった？他にもたくさん面白い話をしてるから、最新の動画や再生リストもチェックしてみてね。